どうも、クリンさんです。今現在、石川県の金沢市に来ております。今回の動画の内容なんですけども、今回はね、この後ろにあります有名なね、東茶屋街、こちらの方をね、ご紹介していこうと思っております。初めの映像でお見せした古い建物、こちらですね。こちらの方が和江町茶屋街という茶屋街になります。そしてこちらの方になりますと、今目の前が交番とバス停なんですけども、その先に行きますと東茶屋街になります。東茶屋街はですね、文政3年西暦1820年加賀藩が金沢城下に存在していた多くの茶屋をですね、東西にまとめまして、開業許可を出したことが今の形の始まりとなっています。元はね、遊郭街、風俗街であったというところですね。しかしながら金沢の方にはですね、3つの茶屋街がありまして、今目の前の奥の方にあるのが東茶屋街、そして西茶屋街、最初に映像でお見せをした和江町茶屋街ですね、合計で3つの茶屋街があるという形になってます。昔は東と西にまとめたと書いてあったんですけども、3つのね、茶屋街があるので、なんか日差しならないですね。まあどういういきさつでこうなったのかはわからないんですけども、まずね、東茶屋街の方に行ってみようと思います。 Hey, I got a confessionLosing all momentum Just because it's easy That don't make it better I wanna dig my hands deep down in the dirt Take a walk along the street If I'm feeling desert All of this convenience just はい、有名観光スポットの方に着きましたよ。そして東茶屋街のね、正面の玄関はこちらのところになります。路面がね、こんな感じで綺麗になってるんですね。ちょっとこっちの方紹介していきましょうか。東茶屋街の方なんですけども、こちらの方はですね、歩きながらの飲食はご遠慮くださいという形になってます。ちなみにね、タバコ、ポイ捨て、犬の糞とか、そういうのはダメですね。こちらはですね、当時の東茶屋街の見取り図になりますね。はい、結構ね、こうやって見るとかなりのね、茶屋さんが存在していたというところがわかりますね。数でいうとどれぐらいだろう、50から60ぐらいなのかな。いや、めちゃくちゃ茶屋さんあったんですね、当時は。はい、こちらはですね、有名な金つばの中田屋さんになります。ここのね、金つば美味しいんですよね。金沢と言ったら金箔入りのソフトクリームですね。はい、目の前にあるのがね、先ほど通った道になりますね。こちらがね、東茶屋街の方に入ってく道のメインのところになります。で、この右手側のね、奥のところ、ここがね、橋があるんですけども、ここが冒頭で話した場所になりますね。そこからね、目の前が交番があって、その中からずっと中に入って、最後ずっとこう U ターンしてこっちに出てきたような形になります。それでは東茶屋街のメインのところ、また戻ります。はい、ここはですね、東茶屋街で皆さんがね、写真を撮る有名な場所ですね。いつ見てもね、この場所はとても綺麗ですよね。見てもこの場所はね、とてもいいところだなって感じます。
っていきましょう。はい、これ白駒は、輪島にある蔵元のお酒です。輪島に蔵元のお酒、白駒です。これホバレと言いまして、はい、中野戸ですね。中野戸にある蔵元のお酒、はい、表銘柄はユーホという、ユーホ、はい、大山奥元の先っぽにある珠洲市にある蔵元のお酒と松並酒造です。これは私は大好きです。飲み事が今作ったわけです。まずは白駒ですね。いただきます。おー、おいしい。クリアだ。このね、柔らかい、そしてフルーティー、うん、次は誉れ。いただきます。誉れの方がキレがありますね、まろやかさは少なめ、キレッとしてるような。これも美味しいな。いや、日本酒めちゃくちゃ美味しかった。ここね、東山社楽さん、酒楽さん、とても日本酒美味しいのありました。石川地酒飲んでみたい方はね、ぜひね、ここ立ち寄ってみてください。いや、うまかった。はい、お昼はですね、ここにしようと思います。ここはですね、自由軒さん、洋食のお店になります。西暦1909年、明治42年創業された、112年続く伝統の味をね、保っている有名なお店です。ここはですね、トラベラーズチョイス2022年掲載上位 10% にランクインされている人気なお店です。ここのね、オムライスとハヤシライス、この2点がね、めちゃくちゃ美味しいお店になります。その2点がね、ハーフ&ハーフという形でお店で提供されているので、それを食べに行こうかなと思います。
はい、食べてきました。めちゃくちゃ美味しかったです。私はね、オープン時間に行ったんですけども、ご飯食べ終わって外に出たらね、もうすでにこのぐらい並んでます。めちゃめちゃね、人気店なので、オープンした時間になりましたらね、入った方が並ばなくて済むと思います。まだ食べに行ったことがない方はですね、このオムライスとね、ハヤシライス食べに行ってみてください。絶品です。はい、次はですね、食後のデザートということで、このお店カホのカズ長島さんになります。このね、フルーツ大福が有名ですね。それと抹茶でいただくような形になります。それではね、食後のデザートお店に入ってきます。はい、食べてきました。いや、フルーツ大福めちゃくちゃ美味しかった。お餅にね、テロテロトロトロ、なんかそんな感じでね、めちゃくちゃお餅美味しかったです。それとフルーツのね、果物がね、キウイなんですけども、キウイちょっとね、酸っぱいのかなと思ったらね、すごい甘かったので、フルーツの甘さとね、あんこの甘さ絶妙でした。これ入り口ね、左と右でね、分かれてるんですね。店舗が違うんですね。左手側の方がカズ中島さんのフルーツ大福のお店になってます。右の入り口は別になってますね。ここの大福絶品でした。ぜひね、皆さん行ってみてください。はい、いかがだったでしょうか。これでね、今回の動画は終了となります。現在ね、3月20日土曜日になるんですけども、これからね、4月になって桜が満開になってきます。金沢と言ったら和、和なので、桜と和、この調和はね、かなりいいと思いますので、これからどんどん暖かくなってね、観光に行きやすい季節になってきます。今回はね、東茶屋街の美味しいお店と雰囲気をね、皆さんにご紹介いたしました。今回ご紹介したお店、まだ行ったことがないという方はね、ぜひ行ってみてください。金沢の方にもですね、まだ観光に来たことがないという方はですね、ぜひとも金沢の方にね、来てみてください。それではね、今回の動画は以上となります。今回の動画がね、良かったなと思いましたら、グッドボタン、高評価の方ね、よろしくお願いいたします。それとチャンネル登録の方もですね、よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。